in Japanese. It's been quite a while, but I have a special guest here today, and his father's also here. This is my channel no Aishin-kun. Arigatou gozaimasu. Kite kurete. Hi, konnichiwa. Kyou wa mushi ni tsuite hanashi shitai to omoimasu. Hai. Mushi suki desu ka? Suki. Kedo? Kimochiwarui mushi wa kiyai to ka ne. Tatoeba? Tatoeba mukade to ka. Ah, mukade. Tarantula to ka. Ah.無理だし、イモムシとか、イモムシから蝶々になる、蝶々はいいけど、まあイモムシはまだ微妙かなって感じなんよ。今日は何について話す？カブトムシとかクワガタとか。They're so cute. かわいいよね。So in Canada.I guess we don't see these very often. I don't even know if they exist in Canada. I hadn't seen one until I came to Japan. 一番好きなやつはこれ。ヘルクレスオオカブト。レジェンドオブコーチ。ヘルクレスオオカブト。ここに角が2本あるし、あとここに毛が。毛が可愛い。It has hair on its horn and it's the cutest thing ever. これ実際に見たことある？本物？木に乗ってて、木を持って、真ん中にヘルクレスがいて写真撮ったことはある。いいね。しかも本物で生きてるやつと。甲虫の王者、カブトムシ。これは日本とかいる普通のカブトムシ。So this is your regular カブトムシ。When people are talking about カブトムシ、they usually mean this one. まあ国産カブトとも言うけどね。ああ。こうやってこう。手に乗っけたら、この手とか足がギュッてくっつく。そうそうそう。でも痛くない。シクッとはするけど、まあ初めてこうやって乗せるとき、やったやったと思って。そう。一緒。最強の三本角のコーカサスオオカブト。So I had one of these. If you go back to my old videos, you can see them. これ前飼ってたことあるから。うわ、いいな、オス。かっこいいよね。かっこいい。超かっこいい。大きくて。これはね、なんかカブトムシとクワガタが混ざったみたいになってるから。本当だ。で、こうなったよ。本当だ。こうなったよ。それ考えたことない。こうなったような感じになってると。いいね。かっこいい。じゃあこれの作り方を。教えてあげようか。So I got a kabutomushi set. So if you want to keep a kabutomushi as a pet, you can get one of these from the home center. 何が入ってるかな？あ、これは、あ、カブトムシとかの水。水。これは餌の皿だ。あ、餌の皿。こうなってるんだね。こうやってゼリーをスコッとはめる、この餌をスコッとはめることができる。かわいいよね。これはでかいのはマットか。もう一個買ってきたけど、これはあと、これ木とゼリーだ。そう、のぼり木。ワイドカップゼリーをのぼり木入れてみる。はい。最初からはマットかな。最初はマットだね。マットかな。濡れてるね、もともと。マットすごい。だいたいそれくらいだね。このぐらい。次はバイオウォーターだね。これをここに入れるんだ。あ、ちょっといいかな。これね。They're hungry. They need their food. できた。じゃん。じゃん。ゼリー付きス。これはワイドカップのゼリー。ゼリーを食べるの？ゼリーね、食べるじゃん。They eat jello. It's the strangest thing ever. いいね。いいね。で、よし。いい感じ。こっちは入れなくていいかな？入らない。じゃあこれで OK かな？ Wow. It looks so real. ウォーター、マット、ゼリー、のぼりき。カブトムシ。このマットをね、虫とかにかけるとより本物感出る。そう。あと多くは。こいつは食べてるね。食べてるとこうとか。これ全部オス？オス。あ、メスいない。メスはいない。When they eat, it's so cute. I have a clip of when I had a kabutomushi, so I'll put a clip of it eating here. It's the cutest thing ever. They're really cute to watch. Thank you. じゃあカブトムシ飼いたい時はどこで飼えばいい？いや朝4時くらいに起きて、うん、とにかく昨日その前の日に蜜を塗って、うん、蜜をその木に塗って朝4時くらいにその蜜でカブトムシが飛んでいるから、うん、それをバッて捕まえるか、うん、その蜜を木に捕まって食べてるカブトムシをバッて取るかなんだよ。取れなかったらホームセンターで売ってるよね、うん、普通にペットショップとかでもね今売ってるんだよね。そうそう、高価なメスとか売ってたよ。そういるよ、いろいろ。 You learned something about kabutomushi? I absolutely love them. I think they're so cute and I'm really happy to share the Japanese culture of kabutomushi with you guys. ありがとうね、いろいろ教えてくれて。He knows everything about kabutomushi. 本当に虫のプロで感動しました。ありがとうね。プロではないと思うんだけど。どういたしまして。はい、こんにちは。マイチャンネルです。私たちのチャンネルでも面白い英語の授業やってますから見に来てね。見に来てね。やってないからね。やってなかったっけ？やってないか。例えばおもちゃ紹介とかおもちゃ紹介マイチャンネルはやってます。そうですね。ぜひマイチャンネルにも行ってみてね。面白い動画いっぱいあるんで登録してあげてください。はい。じゃあバイバイ。見てくれて Thank you。バイバイ。